ソッピースタブロイド、シュナイダーソッピースシュナイダー。1914年のモナコにおける、シュナイダートロフィーレースに、ハワード・ピクストンの操縦で優勝した機体の同型機。ソッピースタブロイド及びソッピースシュナイダーは、イギリスの複用スポーツ機。ソッピースアビエーション社が最初に製作した、航空機の一つであり、タブロイドという名前は、それが、とても小さかったことに由来する。 初めて登場した時、その性能は当時の単葉機をしのいでおり、センセーションを巻き起こした。1913年11月に初飛行したタブロイドの原型機は当時としては珍しい並列の複雑機だった。補助翼は持たず、ローリング運動は主翼をたわめることでいった。当初の発動機は80馬力のグノームモノスーパープ、ロータリーエンジンでファーンボロに置いて、 ハリー・ホーカーがテストした時には、1名の乗客を乗せて、最高速度時速 148km を記録した。また 366m に上昇するのに1分しかかからなかった。タブロイドは合計40機製作された。1914年4月20日、ソッピース・シュナイダーとして知られる、100馬力グノーム、モノスーパープエンジンを装備したタブロイドのフロート装着型が、 ハワード・ピクストンの操縦により、モナコで行われた、シュナイダートルフィーレースに優勝した。シュナイダーレーサーは、量産に移され、若干の変更が加えられたものが、合計160機生産された。シュナイダーを水上規模艦から運用する実験が行われ、水上規模艦、ベンマイクリーから行われた実験は失敗したが、1915年8月6日、 水上規模艦カンパニアからの発信に成功した。タブロイドの短座型は1914年に生産に入り、最終的に36機がイギリス陸軍航空隊と海軍航空隊で使用された。タブロイドは第一次世界大戦の勃発に伴いフランスに展開し高速スカウトとして使われた。海軍航空機の若干の機体は上翼の上に ルイス機関銃を装備し、プロペラ回転面の外から射撃した。他の一機は弾丸を弾くくさびをプロペラブレードに取り付けた上で、プロペラ回転面を通してルイス機関銃を発射した。タブロイドはまた爆撃機としても働いた。1914年9月22日にはイギリス機として初めてドイツ本国の空襲を行った。 最も有名な作戦は1914年10月8日にアントウェルペンから発進。ケルンの目標は確認できなかったために代わりに鉄道の駅を爆撃することとなったが、デュッセルドルフの格納庫には600フィートの高さから20ポンド爆弾2発を投下し、セッペリン Z9 飛行船を破壊した。タブロイドは1915年前半に実戦から退いた。タブロイド原型。 車輪装備。1914年、シュナイダーレーサータブロイドのフロート装着型。シュナイダーシュナイダーレーサーの生産型。フロート装備。レベット7ライセンスを得ることなくロシアのレベットによってコピーされ、偵察機として使用された。レベット8レベット7の膠着装置改良型。イギリス初原性能武装。ありがとうございます。